生山駅は、鳥取県日野郡日南町生産のあ後東屋敷に、ある、西日本旅客鉄道白尾線の駅である。事務官コードは64万402。校内短式、島式の複合型二面三線のホームを持ち、行き違い及び退避設備を有する地上駅。米子駅が管理する、無人駅である。短式の一番乗り場側に駅舎があり、島式の2.3番乗り場へは、 古線橋で連絡している。駅舎は開業当時からのものを長年使用していたが、駅周辺の整備に伴い近年建て替えられた。現在の駅舎は地域間交流施設クローバと共同の建物を使用している。以前は緑の窓口も設置されていたが、2021年7月1日よりは緑の券売機プラスに置き換わり、駅員による業務も週に2、3回程度の 巡回業務となっている。便所は男女別の推薦式。米子駅当駅間の系統が設定されている。このため当たり駅から芸備線合流駅である、備中神大駅にかけては、白備線の中でも特に普通列車の本数が少ない区間となる。特急、薬膿は約半数が停車する。当駅に停車する薬膿は根植駅を通過するが、 下りの最終列車は、寝卜駅、東駅ともに通過する。上り本線は1番乗り場、下り本線は2番乗り場。3番乗り場は両方向の入線、発車に対応した上下副本線である。ただし、3番乗り場から発車する旅客列車は東駅始発、米子方面行きのみとなっている。なお、3番乗り場に貨物列車が停車する設定がある。 2008年度の1日平均上行辞任は288人で、ある。県道が、島根県二田郡奥出雲町の横田地区まで通じている。横田地区には、JR 木月線出雲横田駅、八川駅、三井野原駅があるが、1日3往復の、普通列車のみで、雲南、松江市に出る以外では、利便性に乏しい上に、所要時間も長い。横田地区の住民で、 鉄道を利用する場合に当駅を利用する人が多く、特急や雲が2時間に1本の割合で停車する。駅の北側を高速道路である国道183号、甲府3次道路がオーバークロスしている。バス乗り場は駅前にある。特急、や雲の隣の停車駅については、列車記事を参照のこと。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。